ナビゲーションウィンドウ右下の設定ボタンをクリックします。ナビゲーションウィンドウオプションをクリックします。ナビゲーションウィンドウオプションが表示されます。ボタンの表示順を変更したり、ボタンの表示、非表示を切り替えたりできます。表示順を変えるには変更したいボタン名をクリックし、上 または下へをクリックして表示順を指定し OK をクリックしますボタンの表示順が変更されました表示・非表示を変える場合は各ボタンのチェックボックスのオン・オフで指定しますボタンの表示・非表示が変更されました